はい、せーまいど。まあそんなハイスとさておき、はい、どうも山さんです。ということで、今回はね、ちょっとまあ僕のアイコンってどちらかといえば派手めじゃないアイコンって多いじゃないですか。派手めじゃないってのはこう、なんだろうな、黒にこうちょっと光を、ライトルーム、まあライトルームっていうんですかね、光を入れて、ライトを入れて、まあ軽く作るってことが多いんですよ。まあ例えば、まあ何に関してもこういう風にも黒の背景にちょっとエフェクトを入れるみたいな、こういうのが多いんですけど、最近なんか派手なアイコン、まあ派手めなアイコン、こうピカピカーンっていうアイコンが流行ってるような気がするんで、まあちょっとそれなり方をやっていこうかなと思います。まあこんな感じの、まあ派手めなアイコン、まあこれもちょっと落ち着いてるんですけどね。まあどちらかというと僕エフェクトをこうロゴに絡めたがる人なんで、こういう風にね。なんでまああのちょっとなんかエフェクト系の素材をゴリゴリに使って、まあかっこいいアイコンみたいなのをこうまあ作っていこうかなと思います。でもうなんか初心者向けの動画を出すのはあまりね、まあちょっとなんかもうみんないつも見てくれてる方からしたら、お前何回初心者向けの動画出すねんと、再生数を稼ぎたいんかみたいな思うと思うんで、まあ簡単な説明を省き、やっていきたいと思います。でまあロゴ何使おうかなと思ったんですけど、まあちょっとねこのセットアップが本当に綺麗なんで、このセットアップ一回ちょっと使おうかなと思います。セットアップ綺麗っていうか、このロゴがね、あのちょっと今ちょうどねやりやすいなと思ったんで、あの文字の位置、ロゴの位置とかでちょっとね、フォント名前が入れやすいんで、このロゴをつけてるなと思います、今回は。で、あの、ちなみにこれ、生後何、3歳とか2歳ぐらいの頃の僕です。はい、可愛いですね。で、それがまあ、時を経て、こうなって、多分最後こうなると思うんですけどね。まあ、そんなことはするときやっていきましょう。はい、じゃあね、まあ僕結構背景を黒から入れることが多いんで、最初あの一番下のレイヤーを黒に塗りつぶしてます。まあこれやり方は別に人それぞれなんで、僕の塗り方を真似する必要ないです。はい、まあこんな感じでやります。はい、そしたらね、まあ適当にテクスチャー貼っていきます。ではテクスチャー貼っていきますって言ってもね、僕正直そんななんかいいテクスチャー持ってるわけでもないんで、まあ今回ちょっと模様だけをつけたいんで、あのロゴにこのテクスチャーを使ってとりあえず模様だけをつけていきます。で下にクリッピングして、ちょっと左上が明るすぎるんで、こいつ複製して、反転します。で、あの右下を消し込むでこう消していきます。まあ今回ちょっと作業は早くなっていきます。どちらかといえば初心者向けというよりかは、本当にさっき言った通りいつも見てくれてて、まあ、それなりに分かってきたよって方向けなんで、ちょっとね作業は早いんですが、ご了承ください。はい、こんな感じの模様が作れましたら、結合して、再度落とします。再度完璧に下までマックスに落とします。でこいつ複製してあげて、下にクリッピングしてオーバーレイとかしておくとね、下にもこういう風に模様がつきますと。はい、そしたらまあ正直ね、下にね個人的にない意見なんですけど、模様はまあつけたい方はつけてください。まあつけるパターンもあるんですけど、今回はちょっと模様つけずにやろうかな。まあつけてもこの程度、つけてもこの程度かなって感じです。あんまりね、あの正直僕ロゴの立体化部分って結構重要と思ってて、こうするとロゴの立体化が見えづらくなっちゃうんですよね。なんでロゴの立体化がなるべく見えるようにしたいんで、まあつける方はこんぐらい、25とかそんぐらいにしてくださいしたらもうこれ、結合します。でこっちももう結合しちゃいますか。で、はい、こっからいろんなテクスチャーとか色をつけていきたいんですけど、まあなんか最近トーンカーブとか流行ってて、まあ基本的に派手めなやつってトーンカーブやクロムを使ってるんですけど、まあ僕そんななんかトーンカーブやクロムばっか使えるような人じゃないんで、ばっかっていうかちょっとあれなんですけど、まあそういうのをまあ綺麗に使える人じゃないので、僕はそういうのをちょっと使えないんで、使えない人向けに動画出そうかなと思ってるので、よろしくお願いします。まあ綺麗なねトーンカーブできる人はね、トーンカーブやってもらった方がね、派手めなあのやつとかやっぱ光沢とか出てやりやすいとは思うんですけど、やっぱできない人もいるんでね、僕みたいに、まあ、ノーマルスタイルが好きだよって方もいたりとか、まあ時代はトーンカーブみたいな雰囲気あるんですけど、まあトーンカーブはね、ある一部の界隈ではめちゃくちゃ人気あるんですけど、まあ、正直なんかデザイナー界隈的に見るとトーンカーブってもう、またトーンカーブかってなっちゃうところがあるので、まあそういうのも考えつつやっていきたいと思います。はい、下にクリッピング。まあ別に正直ね、デザイナー界隈でね人気出るよりかは、まあある一部の界隈からやっぱ支持を得る方がね、個人的にはいいのかなと思います。そっちの方がね面白いしね、評価がやっぱつく方が楽しいじゃないですか、やってる方も。なんで別になんかそんなん気にせず、バッチバチやった方がいいと思います。好きなようにやった方がいいと思います。なんだろうな、どんな感じにしようかな。
で、まあいろんなね、テクスチャーとかを組み合わせながらやるんですけど、今回は何色にしようかなと思ったんですけど、あんまいい色がないですね、正直。ちょっとね、色調整、カラーバランスとかで色をいじってみます、ちょっと。どうだろうな、いい色あるかな。あ、この色にしようか。決まり、この色。ちょっと青強めのこの色にします。カラーバランスも結構皆さん使えるんで、カラーバランスはおすすめなんで皆さん使ってください。ぜひぜひ僕カラーバランス使ってこういうこういう色合い出すのが好きなんですよ。こういう色合いなんていうんですかね、エメラルドグリーン基質な色合いとか、こういうのってめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、正直。なんでこういう色合い出すのが大好きなんで、僕はこういう色合いを作ってますと。でここでちょっとね、ズームぼかしとかして、この中のちょっとまばらな部分とかを僕はなくしたいんで、こういう風に、はい、します。でここまでできたら、こいつを結合してあげます。で新規レイヤー作って、フィルターで構成内側かけてあげます。スタイルで構成内側で、まあ10とかでいっかな。まあ15の白、白色にした方が多分ねいいと思います。ここは15の白で決定で、オーバーレイで、オーバーレイしてあげて、これだとねまだあれなんで、あー、そう取れなってんな。オーバーレイしてあげて、これとまだねちょっとあれなんで、またここの3と4の間に新規レイヤーを作って、フィルターでまた構成内側をかけます。でここは3とか4とか5とかでいいです。まあ5にしようかな。これまたオーバーレイかけてあげます。はい、オーバーレイで、これでちょっとね、面白い技、まあ技っていうほど技じゃないんですけど、またここで新キリア作って、まあ別に使わなくていいんで、これいうのもあるんだよっていうのを覚えておいてほしいんですけど、まあ2とかにしてあげます。で、これを、下にクリッピングして、オーバーレイしてあげます。で、オーバーレイして、まあ、反転とかすると、こういうふうにロゴの中にこう線を入れれます。ロゴの中にロゴの線を入れれるんで、こういうふうにやるとね、結構、面白いです。まあこれ別に使っても使わなくてもいいんで、まあ、覚えといたら、まあなんか いずれ使えるかもしれません。で、これだとなんかちょっとあまりにもなんかロゴっぽい雰囲気が残っちゃったりするときは、アートのグリッチとかで、色ずれはね、もうなしでいいかもしれません。あ、色ずれオンにしていいか。色ずれなしでいいですね。まあこんな感じでやると、ロゴの中にこういう風に、こういう風な線ができるんで、めちゃくちゃいいです。なんかデジタルチックなアイコンとかロゴとか作るときは結構これいいんで、やってみてください。色ずれもオンにしてみようか。これはね、アイビス様がありがたいことにアップデートでグリッチとかを出してくれたわけで、こういうことが可能になっておりますと。って感じです。はい、ここで、結合で、結合もう全部結合しちゃいます。で次、2のレイヤーと3のレイヤーに新規レイヤーを作って、フィルターで構成値がかけます。で、ここもちゃんとね、個性値がかけることによって光沢が出るんで、これちゃんとやってください。これはね、僕結構強めにかけてます。個性値が結構3とかの人多いかもしれないんですけど、僕は強めにかけます。10とかでかけます。で、まあ、ここも同じようにオーバーレイかけますと。これは、1個複製してあげて、また下にクリッピングして、フィルターで個性値がかけます。で、次、4ぐらいでオーバーレイかけますと。はい、こんな感じで。で、ここはね、下ら辺はね、ちょっとね、派手めでいいです。下ら辺はちょっと派手めでいいです。で、下にクリッピングして結合、クリッピングして結合。で、これちょっとね、複製してあげて、若干明るさを上げたいんで、加算ハックかけます。加算ハックかけて、太めの若干落とします。で、こんぐらいですね。これでも、徐々に、わかるかな、あの感じ、荒野行動とかの、やっぱトップクランとかの派手めな感じを徐々に演出していってます。で、またここで新キリア作って、ちょっとふっくら感も作りたいんで、交際内側で、10こんぐらいにして、若干黒にします。で黒にして、下にクリッピングし、フィルターでガウスぼかしをかけます。ちょっとね、ふっくら感も出したいので、ここでふっくら感も出したいので、325ぐらいにします。で、また新キリア作って、下にクリッピングして、交際内側かけます。スタイル、交際内側。で、これは、白にします。はい。よいしょっと。で、これをこうしてあげて、こっちオーバーレイ。オーバーレイけど、こいつをね、若干下にずらしますと。若干ずらします。下に。よいしょ。で、太めでこう押しますと。はい。まあ、こんな感じでやると、はい。あれ、ふっくら感が出ます。で、これで結合してあげますと。で、はい、ここまでできたら次、背景ですね。で、背景の前にちょっと軽く名前の位置だけ決めときます。で、名前適当にフォントからぶっこ抜いていきます。
プレーンな画像を使用して、なんかね、アンドロイドだと開きのがないみたいな話聞いたんで、あの開きのがない方は、ね、別にそんな毎回僕と同じようなフォント使う必要ないんで。あ、そうで、これね、なんかよくここで文字が白なんですけどどうしたらいいですかって方は、スタイルで、あの色で黒に変えれるんで黒に変えてください。で、フォントなんですけど、まあ、あの開きのがない場合は別に、あの、なんだろう、日本語フォントの、あれ今俺何使った、ごめん、開きのがない方は英語フォントでも全然いいと思います。英語フォントのこういうフォントとか、あぶれ、今さっきねパン食べたんでちょっとねゲップが出そうになりましたね、それの。まあこういうフォントとか、こういうフォントとか、まあちょっと斜めのフォント一回使ってみようか、試しに斜めのフォント一回使いたいんで、ちょっとこういうフォント一回使ってみようと思います。で、スタイルでね、ちょっと間隔ちょっと狭めます。間隔ちょっとね広すぎるので、こういう風に狭め、あー、これだと狭すぎるか、狭すぎるんで、スタイルで間隔をね、まあちょっと、まあいいや、間隔そのままでいいや、うん、まあいいでしょう。やっぱめんどくさいんでね、間隔このままでいきます。で、あのこういう時の名前って正直、あの結構ね、エフェクトに名前、エフェクトにじゃ、名前にエフェクトかけがちなんですけど、あの僕は正直名前にエフェクトはあんまかけないっす。なんならね、これも背景白でもかっこいいからね、もうこれで完成でも全然かっこいいから、ね、まあでも今回は派手めなちょっとアイコンってことなんで、派手めなアイコンちょっと作るんですけど、はいはいはいと。で、ここから、背景とかをいろいろやっていきたいと思います。で、背景とかなんですけど、結構最近あるのが、ロゴの前になんか、エフェクト系の素材を置くっていうのは、なんかどういうことかって、なんかね、デジタルチックな、ものを置く人が多いなーっていう、まあ、例えばこういうのとかを、まあ、こういう風に置いて、で、まあ、これ黒なんで、傘発光すると黒の部分って消えるんですよ。で、まあ、こういう風に置くこととかも結構多いなーとか思ったんで、ちょっとね、俺、あんまこういうの上手くないんですけど、まあ、こういうの置いてる方とか多いなーっていうのは、あのメニュー、見る。真受けられる、見受けられる。やべえな。俺、マジ、語彙力の欠損。性能の極みみたいな感じですね。はい、まあ、こんな風に置いてる方とかもたまに見ます。こう、なんだろうな、こう薄くこうロゴの上に置いてる方とかたまに見ます。で、なんか背景とかに、例えばエフェクト系のちょっとね、フグのね画像がありましたね。自分ちの家の下が居酒屋なんですよね。で、そこのフグのコース料理があって、それのフグですね、僕のお父さんがやってるんですけど、はい、まあそんな話はどうでもいいという声が聞こえてきました。なのでやっていきたいと思います。まあ例えばなんすけど、結構エフェクトチックだとこういうのとかも置いてもいいかもしれないですね。こう、なんだろうな、パーティクル系の素材をこう置いて、まあ俺正直この素材邪魔なんで消します。パーティクル系の素材を置いて、で、こっから雷とかそういう、なんだろうな、エネルギー系のエフェクトってあるじゃないですか。エナジー系、まあ、例えばこういうのとか、まあ、こういうのとかもなんですけど、あとこういうのとかこういうのとかを、ふんだんに使っていくって感じですね。で、僕ちょっとね、本当にそういうのセンスがないんですよね。まあセンスがないんですけど、今回はね、まあそういう、なんだろう、まあ頑張るっていう回なんでやっていくんですけど、で、まあこういうのをここに置いて、なんで火山発光を使って、透明度とかいじって、これは太めでいじらなくていいか。で、色とかもね、まあなくてもいいっす。なんで、まあなくてもそれなりにかっこよくなるんです、正直。あの、なくてもかっこよくなるんですよね、こういうのって。はいはいはいと、はいはいはいと、はい、あれ、あ、これで複数してあげて、よいしょ、反転して、で、ちょっとこう軽く、こうしてあげて、よいしょ、これでまあ反転とか全然してもいいと思います。全然いいっすね、これで。で、こいつを反転してあげて、で、文字が見えなくなっちゃった時は色を反転し、ガラスぼかし、こうすることに浮き出てきます。超派手に作ります、今回。ちょっとやりすぎぐらいの派手めにします。ちょっとやりすぎかなっていうぐらい派手めにします。で、これね、なんかわかるかな、今のこうリピートっていうのを使うと面白くなります、こういう風に。
リピートを使ってこう真ん中からこう分かる、これがいいんですよ。あのね、こうロゴの真ん中を俺クラックするんですよいつも。で外側をこういう風に、あのなんていうんかな、エフェクトでゴリゴリにするんです。でこのエフェクトをなんで白黒にしたかっていうと、あとちょっと見せますね。これなんで白黒にしたかっていうと、あの色をつけれるんですよこれ。あとあと白黒だと、あでもこれ白すぎるとね、あんまりいい色はつかないんですけど、白黒だとね結構ね色がつきやすいので、例えばなんかテキストこれ、まあ例えばこういうの、さっき使ったこういうのを下にクリッピングしてオーバーレイとかやるとこういう風に色入るんですよ。でこれをまあ例えばスタイルのカラーバランス、色調節カラーバランスとかで同じような色にすると、でこれだけで押してになりますよね。でこれもともとあるロゴの、あのロゴじゃない、テキストのこのテキスト的なあのこの模様を使うのもよし、これをガウスぼかしで消すもよしっていう感じですね。まあどっちでもいいですよねこれ正直。まあ若干残す感じで使いましょうか。でロゴを複製してあげて、ちょっとロゴの後ろに影をつけたいんでロゴを複製します。でこいつの線画色変更で真っ黒にしますと。でフィルターでガウスぼかしで、これ複製してあげて、何回か複製するとね濃くなっていく。まあもともとロゴの周りが若干暗いのでそんななんかやる必要はないんですけど、まあちょっと濃くしてあげる、こことか見たら分かると思う、濃くなっていってるんですよね。見といてほしいですねこれ。はい、こんな感じで濃くなりましたね。まあ、結構ロゴの後ろからは濃くしてもいいと思います。で、背景が例えば白の場合、背景が、ごめんなさい。背景が白の場合で、こういうなんもない場合は、あんまりこれ濃くしないです。こういう時は、薄めにやる方がいいと思います。白の場合は薄めに。で黒の場合は僕の場合濃くやるんですけど、まあ、ここら辺は好みでやってください。正直別に俺が濃くしてるからみんなが濃くする必要は一切ないので。はい、こういう風にやりましたと。そしたら上になんかデジタルチックな素材を置いていきます。でデジタルチックな素材って言っても、僕結構有料の素材とか持ってるんで、まあ例えばこれとか有料の素材なんですよ。ここら辺全部デュオさんって方のねパックを買ってるんですけど、はい、今度ねデュオさん、あデュオさんの紹介しようか、いいかな、って勝手にやっちゃおうか。怒られたらその時はその時であこれはちょっと合わなかったですね僕の素材使い方はですね、まあ素材って何だろう、 100% 合うっていう素材もね正直ないので、あれなんですけど、たまにでもあるかな 100% 合う素材って。どうなんでしょうね。例えばこういう素材とかもね、こうここをね使うんですよ、うまいこと。でこれをサイド落とします。1回サイドをマックスまで落として、はい、でこれで加算発光するんですよね。でまあちょっと派手めにこうしたりとかで、これでこの線がねどうしても気になるじゃないですか、ここの線。こういう時は僕結構やるのが、明るさコントラストでコントラストを若干上げるんですよね。こうやって分かるかな、ほら。そうすると、はい、線があら不思議、ティリリティリリリティリリリティリリリリで、明るさ上げるとねこうやって文字が出てきます。ルルルルルル、まあ別に今回そんな明るさにこだわってないので、こういう風にやってあげて、あのまあロゴの上とか、あちらこちらにこういうの散りばめらせるとか、例えばこういうところにこうちょっと置いとくとかでも全然いいですよね。でこういう時に要はこの、わかるかな、見せたら、やったらわかると思うんですけど、ここね、ここがちょっと一直線になってるじゃないですか。あれティリティリリ、ここ一直線になっちゃってるじゃないですか、ここで。俺こういうのがちょっとあんまり好きじゃないんですよ。例えば僕はなんかそのバラバラにあるようにしたいんです、見せたいんですよね、バラバラに。なんでそういう時は消しゴムのエアブラシ、こう標準とかでこうちょっとね、こういうところをね、わあごめんなさい、こういうところふわーって消します。こうなんかと模様チックにしたいので、こういうところふわーって消して、ちょっとにあるんだぜっていう風に見せたいんですよね。でこういう風にちょっと薄い場合はこう複製してあげたら加算発光なんで濃くなるんで、加算発光が加わってこうやって濃くなるんで、こういう風にしてください。ではあとこれ結合としてあげて、こういうところもねちょっと邪魔なんで消してあげます。よいしょ。ではこんな風にやると、で左上は、右上は若干薄くします。こういう風にやってください。でこれでほらどうでしょうか、結構
ぽくなってきたんじゃないでしょうか。まあ別にこの後エフェクト加えたかったら加えてもいいんですけど、僕正直エフェクトそんな加えたくないっていうタイプなんですよ。まあ加えるならあの線のエフェクト、線のエフェクト、さっき上ら辺にあったこのエフェクトかこのエフェクト、まあちょっとまあこっち使っちゃってか、まあ僕はあのもう一個の方を使いたいんですよね。容量足りるかな、容量足りなくてこれ保存できなかったらマジでブチ切れそう。これね最近多いんですよね、いろんな YouTuber の方が困ってるっぽくて、クロロワ系のみかん坊やさんとかも言ってましたね。であとはこれをカラーバランスでサイド落として、カラーバランスでこう同じような色にしてあげるとか、あとはねこれ別に同じような色にする必要もないんで、正直こうしてあげて明るさ若干上げたりとかねしてあげるのも全然いいかなと思います。よいしょ。でまあこのロゴは斜めにこう斜めの線が多いので、こう斜めにね置くとかも全然いいと思います。こういう風にで反転したりと置いたりとかしてあげてもいいと思う。まあ、ちょっとねあまりにも派手すぎるんで、まあ、見づらくなっちゃうんですけど、まあ結構ね最近こういうのも人気あるっちゃあります、正直。はい、あります。であとは最後に背景が若干明るすぎるんでこいつ複製します。でこうしてあげてこの若干ね色をこれ整えます。はいはい、これでどうでしょう。でこいつをまあ僕めあれれれれれ僕がめっちゃくちゃ好きなやつはこう結合して、あこれでも全部結合しちゃうから全部結合してグリッチかけます。最後グリッチめっちゃ好きなんで、ねグリッチの強さはまあ色ずれ2ぐらい、それぞれ2ぐらいで、はいこんな感じかな。あとはまああとはっていうか、まあ別にこんな感じでいいかなって感じです。あとはまあ色合いとか整えたら完成なんですけど、最後に色合いの整え方みたいなのを軽く説明すると、これ昔テレビさんって方に、まあ多分僕の配信来てくれるって方はテレビさんのめちゃくちゃうまい作品とか何回見てるんで知ってると思うんですけど、昔教えてもらったやり方なんですけど、テレビさんとか色が強い場合はサイドを落として太めといじると色を抜けますよってことで教えてもらって、こういう風にちょっと暗くしたかったらこういう風にできますよと、あとはこういう風にオーバーレイをするとさらにコントラストが上がりますよっていうのを教えてもらいました。なんでこういうのもありだと思います。で、あとは普通に適当になんかテクスチャーとかそういう素材があると思うんですけど、例えば僕なら青色のどれだ、よくサムネイル作るときに使ってるテクスチャーはわわどれだだ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 、これへんあったこれ、まあこれなんですけど、こういうのを適当にパッと置きます。で普通にこれをオーバーレイとかけます。オーバーレイかけてフィルターとかのサイド変更とかでこういじりながら、サイドとかをこういじりながらやったりすると面白かったりします。まあ、今回ちょっと合わないんですけど、例えばこれサイド落としてこうやるとまあこう明るさとかいじれます。こういう風にね、でこうやるとほら明るさをいじれて、まあちょっとね面白い雰囲気を出せます。で最後まで全力尽くし、これで完成って感じです。どうだったでしょうか。今回はね、まあ最近派手めなね、ちょっとて、作品とか流行ってるんで、僕なりに派手な作品というか、まあちょっとね、エフェクトチックな作品を作ってみたって感じです。はい。はいってことで最近ちょっとね、何本か動画3本4本ぐらい動画撮ってたんですけど、まあちょっとね、自分の中のクオリティがあんまりいいなと思わなかったんで、もしかしたらその没動画を2本ぐらいつなげてあげるかもしれないです。説明もめちゃくちゃ下手で、なんかこの動画出してもなんかコメ欄でまたなんかアホみたいなやつが湧くなと思ったりとか、見てる人もそんななんかためになるような動画じゃないなと思ったやつがあるんですけど、まあちょっとでもね、なんか人の向上につながればなと思うんで、もしかしたらその没動画、2本つなげてあげるかもしれないので、もしそれ上がってたらね、まあ、温かい目で見てくださいって感じです。今日はね、この動画、この派手めなアイコンの作り方動画でした。ってことで、お疲れ様です。バイバイ。